都市で開かれるのは初めてのことです。1972年、日本で2回目のオリンピック、札幌大会が開かれました。比較的馴染みの薄かった冬の競技に国民の関心が集まります。これまで日本が冬の大会で獲得したメダルは銀メダル1個。地元でぜひとも金メダルをという期待は高まりました。注目は世界レベルにあったジャンプ陣、中でも中心選手である笠谷幸男に集まりました。70メートル級ジャンプ決勝、札幌宮の森ジャンプ競技場には2万5000人もの観客が集まりました。ちょっと風が出ましたか。笠谷、旗が振られた。シグナルはゴーに変わった。さあ笠谷出ました。さあどうだ、やっと綺麗に決まった。鮮やかに決まって84メーター。ちょっと上がります、大歓声。しかも死刑審判全員19点ですが、1人が 18.5、 126.6、 笠谷トップ。1回目を終えたところで日本勢は1位から4位までを独占します。今野が出ます。さあスタートした。はい、前傾姿勢、飛び出しは、さあどうか、19点を超えました。79メーター。笠谷を逆転するか。笠谷との点差が 3.3 あります。この一発にかけます。ベテランの青内スタートした。助走路 89.5 メーター。はい、前傾から、サッツはどうだ、ちょっと乱れましたね。77メーター50、ちょっと力んでましたね。2回目、44人が飛んだ時点で今野が1位、青地が2位につけ、残る有力ジャンパーは笠谷1人です。さあ笠谷、金メダルへのジャンプ、飛んだ、決まった、見事なジャンプ、79メーター。日本は念願の金メダルを獲得。表彰台を独占した日本ジャンプ陣は日の丸飛行隊と呼ばれました。